丸井不動産の高山という、地名のところの物件です。そっちから道路があって、そっちから入ってきて結構奥に行くんですね。いやこれあれですね、ここもここも分譲地だったらないんですね、今立ってないんですね。ああそういうことか。はい、こっちもこっちもそうだと思います。あ、いえいえいえ。あーでもどうですか。まあ、ここと結構来ちゃったね。はあ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 。まあこっち側も全くないですね。向こう側の道路とそこですね。あ、でも中は全然綺麗だ。全然綺麗だ。そうですね。ちょっと床が、ああ湿った。床がちょっと湿った。あ、これ見ちゃってます。本当だ。ちょっとでもまあ、床下相当これ。あ、本当だ。床下行ってる。床で床で。ああそうですね。まあそっか、全部どっかみたいな感じか。床下が作られたらちょっと包まれて。これ結構やっぱ金かかるんですか。やばいですね。相当やっぱり。ちょっとこれ僕こうやってるところ撮っておいてもらっていいですか。ああこういう感じです。ジメジメしますからね。あ、結構来てますね。でもまあ、あれそこ、こあれどでもここと道路の距離って、あもうでもこの上一段がもう道路ですから多分、あそ、10メーターぐらいか。ちょっと開けちゃいますか。あそこね、ごめんなさい。鍵が壊れちゃってるんで上で。あ、すいません。あ、ごめんなさい、はい、そこに見えるんですよね、家が。そうです、はい、そこが唯一そのさっきの家ですよ、はい、距離感をちょっとですか。です、はい、家見えます？あの、そこに右側に、はい、近いんだよな、近いな。ちょっと待って、まあ、アップしてみればいい。でもな、どうなんだろう、これだけなんだ。距離家までの距離、15ぐらいですかね。そうですね。もうちょっとあるかもしれないですけど、20メートルとか30メートルとか。あとその隣の家のその、ね、室外機の向きとかが、そうですね、ちょっと撮っておきたいですね。ちょっとそれも撮ってみましょうか。はい。うん。はあはあ。電気が来てるんですか。あ、そうですね。はい。エアコンが。なんか自動でついた。本当だ。ここもダメだ、フローリングが。ああ。こういうかダメだ。こういうのってやっぱすげえ金かかるんですか、取り替えるの。100万くらい。いや、そんなに行かないですけど。怖いの？これか。これ、お風呂落ちるときあるんですよ。落ちる？うん。でも、これは大丈夫っぽいな。あの、ズバンって落ちるときあるんですよ。地盤沈下みたいになってたんですよ。なるほど。はい、でも大丈夫っぽい。でも、元のところはダメですね、これ。ちょっと2階のじゃあ。はい。2階に出してます。いただきます。ちょっと2階、暗っ。あ、すいませんか。あ、すいません。2階ぐらいですか。あ、こ
2階の床は大丈夫そうなんですか？2階の床はさすがに大丈夫と思います。いくらなっても2階の床はやばかったら雨漏りしますよ。あ、そういうことか。なるほど。こっち側もなんかあると。こっちは、ああ、物置か。あ、まあシンプルで割といいな。よく見れるけど。なるほど。反対側もちょっと気を見して。あ、こっち側から家が見えるか。あ、そうですね、あの家が、はい、見えた見えた。あ、道路までが、うん、まあ、やっぱり10メーター15メーターぐらいかな。この道路がどれぐらい通るのかな。まあでも通るよな、これは。はい、配送は絶対来ますよね。来ますね。こっち側は駐車場ですよね、そんでね。今は車にあるけど。なるほどな。じゃちょっとそこまで歩いてみます。はい、ちょっとそこまで歩いてみます。すみません、はい、黒間さん、ちょっと裏回って水が湧き水みたいになってますよ。あれ、ちょっと聞きますけど、左側のところ入って、あ、右側、こっち入ってって、家の道路側なんですけど、道路に近いのっていうか、はい、ちょっと奥に行って、はい、にはなるのかな。なんかね、水が湧いてるのか、通り道になってるのか、ここは、なんか、おー、はい、お水が、あ、もう来た。あ、これ、車が、ん、なんだこれ、どっから逆側っすね。ど、違いますね、こっち側ですね。こうか、あの、国道か。国道でも聞こえんのか。ダメかな。あ一旦ちょっと見てみましょう。はい、よし。あ、でもやっぱそっちの音が聞こえるよな。そっちって道路って。いや、でも多分行き止まりだと思いますよ。いや、この車の音とかって。え、車、あ、今いないな。今これ音なんか鳴ってますよね。あれ、なんだっけ、国道ってこうでしたっけ。こうな、こっち、ね、国道こうですよね、はい、多分国道の車、大きなダンプとか走ったんじゃないかなと思うんですよ、今。そうこう聞こえた気がするんですよ、車の音が。え、あと今なんか、あ、今も多分ね、下通ってる車の音だと思います。ちっちゃく、あ、本当だ、聞こえてるの。これ車ですかね。車ですね、これも。向こうの量は相当通りますか、ね。あ、そうですか。ああ。距離離れてもやっぱり音は。これはダメかもな。あと、これあれですね、ここにあの水溜まりができちゃうんですね。あ、そう。それですごい結局、ね、上からどんどん、はい、来ちゃうんですよ。ああ、それで。裏側はああやって水が、雨が降った時は、雨が降ってなくても結構ね、じとっとしてるんですね。じとっとしてるんですね。ところは、それでか。斜面がこうだから、そうあの辺に溜まっちゃうんですね。それで床が。今もね、裏側も、はい、だから床下からずっと、はい、あ、じゃあ湿気が結構やばいということですね、はい、ダニ、いや、ダニじゃないか、カビか。床直して、あ、なんかタヌキみたいのいる。え、ほらタヌキだタヌキ久しぶり見た猫じゃなかった、間違いない、タヌキ。へえー、
ここで出て、ああ、この甘い。なるほど。この場所で立ってないんですね。この上だったらよかったのにね。あ、そっち？あ、じゃなくて？はい、あの上あたりだったら、こっちからも離れたし。あ、そういうことか。残念。あ、ごめんなさい。あ、いえ、で、ここちょっと行ってみると。はい、綺麗な水が出てて、綺麗ですね。飲めるんじゃないか、出てる。ああ、飲めそうですね、普通に。飲まんでもしないですけど、ここが仏湯で、はい、ここからこう来て、こう。駐車場ですね。はあ。駐車場で。まあ、排気ガスとかはあんまり届かないかもわかんないけど、音かバーンって閉められたらって言われそうな距離ですね。室外機はでもまあない、換気扇も向いてはいないか、はい、裏側っぽいな、はい、裏側っぽいですね。あ、で、あそこか、うん、やっぱりあの音か、これだ、ダメか。あ、これは結構しちゃうな、はいはい、ああ、はい、ダメか。ここね、はい、ここの道路、うん、あ、室外機とかあります？あ、ね、こっち側に見える範囲にはないです。あ、わかりました。まあ今のとことそんな大差ないかな。そうですね、このぐらいしかないな。惜しいな。まあ、惜しいですね。惜しいっすね。国道、国道か。ダメかな、もうね。あれが一番ダメかな。はい。と、あの湿気の構造か。湿気のあれが、はい。はい。これがちょっと直しても、うん、何年後かにまた なる感じします。あれはずっと繰り返す感じですよね、うん、構造的にも、はい、なんかこっち側に土留めとか擁壁とかしないと、もうそんなことしたらものすごくお金かかっちゃうから。うーん、なるほど。あ、でも穴ができて正解でしたね、ある意味。ああ、そうですね、そうですね、うん、よく分かったっていう、はい、OK ですかね、はい、じゃあ、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。じゃあ次の出て、はいはい、あ、俺が出てきた、そうですね、出ちゃいます。一回切る。